衝撃。平野翔とガン・ユタのプライベート会話が漏洩、ファン騒然。ナンバー・アンダーライン・アイのプライベートが暴かれたその裏側。ナンバー・アンダーライン・アイ、かつてのキング・プリンスのメンバーである平野翔、ガン・ユタ、神宮寺・ユ太タによって結成されたこのグループは、現在多くの注目と称賛を浴びています。特に平野翔のカリスマ性は、伝説的なエンターテイナーに匹敵すると言われています。 しかし、最近の盗聴音声流出事件は、グループのイメージに影を落とす出来事となりました。この事件は、彼らのプライベートな会話が外部に漏れたものであり、ファンやメディアに大きな衝撃を与えました。この流出音声には、平野翔、岩優太神宮寺・ユ太に加え、キングプリンスの高橋海斗が会話をしている様子が含まれており、長瀬恋もそばにいたのではないかと推測されています。 この事件について、YouTube チャンネル、リハクでは、ジャーナリストや元スマップの関係者が、ナンバーアンダーライン愛の成功と、リーダーシップの質について議論しました。特に元スマップメンバー、中井雅宏の2001年の記事のリーダーシップに触れ、その重要性を強調しました。また、ジャニー北側のスキャンダルについても言及され、エンターテインメント業界が長い間噂を無視してきたことを認識し、 業界全体の大幅な変革が求められています。ナンバーアンダーラインアイは、その国際的な成功も大きな話題となっています。彼らは、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバルでのパフォーマンスや、日本でのマクドナルドのコマーシャル出演など、国際的な舞台での活躍を見せています。これにより、彼らの影響力はますます拡大しています。さらに、トベの CEO である滝沢秀明の下で、 トベはグローバルな野望を持っており、タレントを国際的にプロモートする計画を進めています。トベのもう一つのユニットである IMP も最近中国での大規模な音楽フェスティバルでのパフォーマンスを行うなど、国際的な進展を見せています。このような背景の中で、トベのメンバーたちはドームコンサート以降、多忙なスケジュールに追われており、一部のファンは彼らの健康を心配しています。 特に平野翔のドラマを楽しみにしているファンも多く、滝沢秀明への感謝の声も上がっています。しかし、過去の恋愛報道や同性の噂が一部のファンに衝撃を与え、ファンの間での意見の分かれも見られます。この状況を受けて、一部のファンは熱愛報道が出るたびに荒れることなく、冷静に対応することの重要性を強調しています。 かつてのスターが恋人と同棲していたことを堂々と隠さずに人気を維持していた例と比較して現在の状況は全く異なると指摘する声もあります。今回の盗聴音声流出事件はエンターテインメント業界におけるプライバシーとセキュリティの重要性を再認識させる出来事となりました。業界全体がこのような事件を未然に防ぐための対策を強化する必要があります。ファンもまた タレントたちのプライベートを尊重し、彼らの活動を支えるために冷静な対応を心がけることが求められます。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、この困難な状況の中でも一丸となって前進し続けています。彼らの努力と才能は、ファンやメディアからの支持を受け、今後もさらなる成功を収めることでしょう。彼らの国際的な活動や新たな挑戦に期待が高まります。 今回の事件を通じて、エンターテインメント業界全体が学ぶべき教訓は多く、今後の業界の発展に寄与することが期待されます。ファンとしても、彼らの活動を支え続けるために、プライバシーの尊重と冷静な対応を心がけることが重要です。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功と挑戦は、エンターテインメント業界における新たな潮流を形成し続けています。 彼らの今後の活躍に注目し、応援していきましょう。ナンバーアンダーライン愛の成功と挑戦について、さらに掘り下げてみましょう。彼らの音楽活動はもちろん、個々のメンバーの成長や新たなプロジェクトにも注目が集まっています。特に平野翔のカリスマ性や演技力は、多くのファンを魅了し続けています。彼の主演ドラマや映画は常に高評価を受け、 その存在感は一層強まっています。また、岸優ユタや神宮寺ユ太タもそれぞれの分野で活躍し、個々の才能が光っています。最近のインタビューやメディア出演では、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが自身の経験や考えを率直に語る姿が見られます。彼らの言葉からは、音楽業界での成功だけでなく、個人としての成長や挑戦に対する真摯な姿勢が伝わってきます。 このような姿勢は、ファンにとっても大きな励みとなり、彼らを応援する理由の一つとなっています。一方で、ナンバーアンダーライン愛の国際的な成功は、他の日本のエンターテインメントグループにも影響を与えています。彼らの成功例を参考に、多くのグループが海外進出を目指し、新たな市場を開拓しています。特に、アジア市場での人気は高く、 日本のエンターテインメント業界全体にとっても大きなプラス要因となっています。さらに、トベのグローバル戦略は、タレントの国際的なプロモーションを強化し、世界中のファンに日本のエンターテインメントを届けるための重要なステップとなっています。IMP の中国でのパフォーマンスや、その他のグループの国際的な活動は、トベの野心的なビジョンを具体化するものとなっています。 また、エンターテインメント業界全体が直面している課題や問題点についても、ナンバーアンダーライン愛の活動を通じて浮き彫りになっています。特に、プライバシーの問題や業界全体の透明性の向上が求められています。ジャニー北側のスキャンダルを受けて、業界全体が変革を必要としていることは明らかです。ファンもまた、この変革を支持し、タレントたちのプライバシーを尊重することが求められます。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、このような困難な状況の中でも一丸となって前進し続けています。彼らの努力と才能は、ファンやメディアからの支持を受け、今後もさらなる成功を収めることでしょう。彼らの国際的な活動や新たな挑戦に期待が高まります。今回の事件を通じて、エンターテインメント業界全体が学ぶべき教訓は多く、今後の業界の発展に寄与することが期待されます。 ファンとしても、彼らの活動を支え続けるために、プライバシーの尊重と冷静な対応を心がけることが重要です。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功と挑戦は、エンターテインメント業界における新たな潮流を形成し続けています。彼らの今後の活躍に注目し、応援していきましょう。そして、彼らの活動がエンターテインメント業界全体に与える影響は大きく、 その成功は他のグループやアーティストたちにも新たな希望とインスピレーションを与えています。特に若い世代のアーティストたちにとって、ナンバーアンダーライン l i の存在は大きな励みとなり、彼らもまた新たな挑戦に向かっています。このような背景の中でナンバーアンダーライン l I のメンバーたちは、それぞれの個性と才能を活かし、新たなプロジェクトを次々と展開しています。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろん、 ドラマや映画、バラエティ番組など多岐にわたる活動が、その幅広い魅力を示しています。特に、平野翔の演技力やカリスマ性は、多くのファンを魅了し続けており、彼の出演作は常に高評価を受けています。最終的に、今回の事件から得られる教訓は、エンターテインメント業界全体にとっても非常に重要です。業界全体がこのような事件を未然に防ぐための対策を強化し、 タレントたちのプライバシーを守ることが求められます。また、ファンもまた、タレントたちのプライバシーを尊重し、彼らの活動を支えるために冷静な対応を心がけることが重要です。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功と挑戦は、エンターテインメント業界における新たな潮流を形成し続けています。彼らの今後の活躍に注目し、応援していきましょう。そして、 彼らの活動がエンターテインメント業界全体に与える影響を見守りながら、ファンとしても彼らを支え続けることが重要です。